いいくらい美味しかったのはいありがとうございますえっとすごい美味しかったので私のえアレンジ料理創作レ,レシピご紹介したいと思いますすごいこれ美味しくてあのさっきいただいたんですけれども我ながらよくできたなと思ってびっくりしちゃいました創作 何でしょうねこれ創作カレー丼みたいな感じなんですけれどもも、えっともと具材が結構もうちょっと違う感じであの似たようなものを作ってらっしゃる方がいてでも私のその材料が全然揃わなかったのであの違う食材とかを組み合わせて、まあ、そこからヒントを得て作ってみたんですけれどもこれがすごい大ヒットホームランで美味しかったのでご紹介します。 えっと、まずあの、ジャガイモの、え、北あかりがすごいもう余ってて、もうが結構出ちゃってて、危ない危ないって思ったんですね。で、第一宅配で買った北あかり、ジャガイモ、そしてあの、届いたばっかりの新鮮な、あのー、キャベツ、クシロのキャベツかな。なんか、美味しそうなキャベツが届いてたんですね。で、それを使って、あの、キャベツと、 えっと、キャベツを千切りにしてこ,こちらもフライドポテトみたいにじゃがいもも千切りっぽく太めの千切りみたいな感じにしたんですねでそれをバージンオリーブオイルで炒めましてでそこに第一タコハイの備長マグロのツナ缶をもう2つドバッと入れましてでそこに。 あのー、第一宅配のカレールーが4分の1ぐらい余ってたんですね。それを入れて、あとね、麦味噌もティースプーン1杯ぐらい入れて、なんかカレーと、カレー粉と、あのー、お味噌ってなんか合うっていう風に聞いたので、やってみました。私はちょっと抜きースも入れちゃいましたね。で、それで炒めて、 えー、こんな感じなんですね。なのでツナキャベツじゃがいもの何でしょう？カレー丼みたいな感じ。それでご飯の上に乗っけたんです。すごい私これでも。普通のカレーより好きかも。<laughs> すごい美味しくって。私のお口にはあってすごい。ヘルシーで、あのすごい美味しくって止まんなくなって思わず怖いくらい美味しいかったのっていうのが流れてきたんですね。 そしてその次に天才ですからっていう桜木の言葉まで飛び出しちゃってスラムダンクの。で、王子に天才ですからって言ったら笑ってたんですけれども、すごくね、私的にはあの皆さんのお口に合うかわからないんですが、私的にはすごく美味しかったです。<laughs> とってもあの満足して普通のカレーより好きかもしれないって思ったし、まあ、とにかくあの体にいいですしね、ヘルシーで、 美味しかったですはいえー、とこれは、まあ、えっと柚子大根かなえっと柚子大根の漬物第一宅配かおスシックさんどっちかで買った柚子大根のお漬物なんですけれども多分第一じゃないかなと思うんですがこれを添えてねいただいてまたとっても美味しかったですこんな真上から見たらこんな感じで全然映えはしないんですけれども すごく美味しいカレー丼ヘルシーカレー丼美食女カレー丼が完成いたしました。こちらと健康茶を飲んでね、とってもヘルシーな <laughs> カレー丼に仕上がってすごく嬉しかったです。こんな感じです。はい、これで最後ですね。本当にあの美味しくいただくことができましたので、 ご紹介いたしました。皆さんもまあ参考にして、もしよろしければ作ってみてください。これ本当はあの元のレシピっていうのかな、その私が見た方のレシピでは、あの、サバ缶の味噌煮のサバ缶と、あの、え、人参とキャベツと、っていう感じでしたね。 とカレー粉っていう感じだったんですけどもちょっと材料が揃わなかったので私が適当にアレンジして作ったんですがすごく大ヒットホームランでした。またたなんかの元のレシピもやってみたい